福島ひまわり佐藤屋プロジェクトは特定非営利活動法人チーム福島が2011年5月から展開している東日本大震災復興支援活動ひまわりを育てる佐藤屋を全国から募集し佐藤屋となる方にはひまわりの種子を買い取り育て再び採取し福島に種を送ってもらう当初の種子は 福島県日本松市の障害者作業所で封入して、佐藤に、送付、佐藤が育てて送り返した種子は、再び障害者の施設でリパックし、寄付を行って、福島県内に無料で配布する。2013年度は、福島県内1万6千箇カ所で無料配布した種子によるひまわりを咲かせた。全46都道府県、累計50万人以上。 全国累計5000校以上の学校が参加している。復興のシンボルとして、ひまわりを根付かせ、震災や道徳の教育に結びつけることを目指している。福井県や三重県などでは、福島県から避難した児童、生徒に対するいじめ予防として活用している学校もある。福島県内で採れた種は、福島交通株式会社が運行するバスの バイオエネルギーとして活用されており、福島の種を販売しているわけではない。当初はひまわりによる放射能除染の試みとして始まったが、放射性セシウムの吸収効果が少ないと判明した後も、障害者の雇用支援や観光振興、防災や道徳教育を目的として活動が続けられている。2017年には、吉野正義復興大臣が2017年6月の 復興フォーラムに大阪を視察した際に受け取ったひまわりの種子が東京の復興庁庁社内で栽培され9月に開花した2018年6月には2017年度に新しい東北復興ビジネスコンテスト2017損保ジャパン日本コア賞を受賞したことがきっかけで損害保険ジャパン日本コア株式会社とコラボイベントを開催したまた 2018年7月から NTT 東日本が提供する補助センシングソリューション E センシング4アグリを活用し福島ひまわり佐藤屋プロジェクトのイベントで使用しているひまわり畑の温度湿度焦度、並びに土中における温度湿度のデータの収集とひまわりの育成状況のモニタリングを共同で実施した2021年2月には 東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から10年を機に世界各国から寄せられた支援の恩返しの思いを込めてシリア内戦で故郷を追われた難民の子供たちに福島の復興の道のりを描いた絵本ボックのひまわりおじさんを届けるプロジェクトを始めた2021年3月東京2020オリンピック聖火リレーにプロジェクトを運営している NPO 法人チーム福島の理事2名が選出された。さらに福島県田村市のひまわりおじさんこと佐久間先生も聖火ランナーに選出された。また一般社団法人福島連携復興センターで発行された福島の10年にプロジェクト内容が掲載された。プロジェクトでは教育、雇用、観光を目的としている。実施しているイベントや 活動の詳細については、公式ウェブサイトを参照のこと。ひまわりの種を通じて、全国と福島の学校同士の交流や、学校と地域との交流のきっかけとなっている。種を通じた福島県広野町立広野中学校と、京都府自市立広野中学校の交流が、平成26年度から使用される、東京法令出版発行の中学校公民教科書副特本。 ビジュアル公民と見る、得、納得、公民資料に掲載された。また、道徳教育、防災教育にも活用されている。兵庫県毎日新聞社公益財団法人兵庫震災記念21世紀研究機構の主催による平成26年度防災未来一1.17防災甲子園で参加団体の和歌山県上富田だ触れ合いルームが フロンティア賞を受賞した。平成27年度福島県教育委員会発行の道徳教育資料集第3集郷土愛福島の未来へにプロジェクトに取り組む福井県鯖市立町小学校のエピソードが掲載された。2020年8月15日に桜社で発行された小学校の先生向けの書籍審判授業づくりの教科書理科実験の教科書3年に 同プロジェクトのひまわりの種を用いた授業づくりについて掲載された。日本松市の障害者通所施設では震災と原発事故の影響で仕事が激減した。そこでひまわりの種のパック詰めを依頼し仕事を生み出すことで継続的な復興支援につなげることを目的にプロジェクトが発足した。種のパック詰めだけではなく缶バッジやフラワータグなどのグッズの作成。 広報誌の折り作業も行っている。ひまわり見学ツアーや佐藤屋と福島県内の参加者の交流イベント、ひまわり甲子園を開催。全国各地からの訪問による福島県の観光振興、観光面の風評被害払拭を図る。ひまわり甲子園は福島を日本を元気にしたいという思いでひまわりをシンボルにして全国、 福島県でひまわりを育てる中で起きたエピソードを発表する大会。地方大会も行われており、立命館中学校、高等学校など、参加学校を中心にプレゼンテーションを行っている。2012年10月には、福島県旅館ホテル生活衛生同業者、組合青年部が本プロジェクトに賛同して実施した希望のひまわり大作戦が、 第21回全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会青年部全国大会の報奨アワードで特別厚労賞派を受賞した2013年から福島県田村市大越町でプロジェクトに賛同し全国から送られたひまわり畑の中で結婚式を挙げるひまわり結婚式を開催2013年に一組2014年に二組2015年に二組 2016年に2組、2017年に3組、2018年に6組、2019年に4組、合計20組が挙式している。福島県内で採れた種から生成されたバイオディーゼル燃料が、福島交通のバイオディーゼル燃料バスに使用されている。全国から種と共に、福島や東北への応援メッセージが届けられている。手紙から子もたちの会が、歌等も含まれ。 二万人以上に上る。これらのメッセージは、福島県立博物館や旅館、駅、百貨店など、福島県内各地で展示された。また、2012年2月から3月にかけて、福島交通、飯坂線車両の中吊り広告に応援メッセージが展示された。動く復興資料館として、人民日報など海外メディアにも取り上げられた。 福井県鯖市立立町小学校3年生がプロジェクトをきっかけに作し作曲された応援ソングひまわりが復興庁とエコジャパンコミュニティの官民連携支援によるリバイブジャパンカップ2013のカルチャー部門ミュージックでグランプリを受賞した活動の一環として2013年に絵本旅熊とひまわり畑を発刊2013年に 福島県立図書館に100冊寄贈された。2014年11月より、旅熊とひまわり畑の電子フォトブックが、アンドロイド携帯向けアプリケーションマーケット Google、プレイにて無料配信開始。アプリケーションでは、ゆさみもりが絵本の朗読を行っている。旅熊という熊をモチーフとしたキャラクターである。絵本、旅熊とひまわり畑の主人公。 肩にかけているポシェットには、ひまわりの種が入っている。市長の部屋福島市ウェブサイト。5月11日の箇所に福島ひまわり、佐藤プロジェクトによる寄付才能の記載がある。AB2013 年度、子供たちの心を育む活動の受賞者が決定しましたパナソニック教育財団心を育む総合フォーラム福島で、 ひまわり復興バス運行手から、油、燃料に福島民有新聞2015年10月31日、毎日新聞福島版2012年2月28日、復興庁フェイスブック、復興庁フェイスブック復興大臣、吉野正義様へ、ひまわりの種木像福島ひまわり、里親プロジェクト、福島ひまわり、 佐藤屋プロジェクトのイベントを開催損害派遣ジャパン日本講和株式会社チーム福島のひまわり畑への e-sensing for agri を活用した技術支援について NTT 東日本グループ福島からシリアの子供たちへ送る希望の絵本福島ひまわり佐藤屋プロジェクト2021年3月17日閲覧東京2020オリンピック聖火ランナーに 理事2名が決定福島ひまわり、佐藤プロジェクト、チーム福島奨励賞、子供たちの心を育む活動ひまわり、佐藤プロジェクト福島民報2013年12月18日、活動状況福島ひまわり、佐藤屋プロジェクト活動状況福島ひまわり、佐藤プロジェクト活動状況福島ひまわり、 佐藤屋プロジェクト、審判事業作りの教科書理科受験の教科書3年、掲載。福島ひまわり、佐藤屋プロジェクト。2021年3月17日閲覧。ひまわり甲子園2014、関西地区大会開催。福島ひまわり、佐藤屋プロジェクトブログ第21回全旅連。青年部全国大会報奨アワード一覧から、希望のひまわり大作戦の箇所をクリックすると、 プロジェクト活動を伝える、新聞記事コピーを閲覧できる。新聞掲載5月3日、開催ひまわり結婚式から、種まき式からの様子から、毎日新聞全国版、福島交通が育てた、復興下ひまわり油バス燃料に、氷山の作業所に託す。福島民放。 http コロンスラッシュスラッシュ www.minpo.jp スラッシュパブスラッシュトピックススラッシュ jis hin 2011スラッシュ2015スラッシュ01スラッシュポスト11332 html 全国から応援の声続々福島ひまわり里親プロジェクト県立博物館でメッセージ店福島民放2012年 公益財団法人明日の日本を作る協会、福島ひまわり、佐藤屋プロジェクト第3回グッドライフアワード、受賞者紹介特定非営利活動法人チーム、福島、公益財団法人社会貢献支援財団、新しい東北復興ビジネスコンテスト2017、受賞者一覧から、新しい東北復興ビジネスコンテスト2017、 第3回福島産業省福島民放者第11回未来を強くする子育てプロジェクト子育て支援活動の表彰、住友生命保険総合会社、福島県家庭教育応援企業認定福島ひまわり、佐藤屋プロジェクト日本全公開、周期全公表彰受賞福島ひまわり、佐藤屋プロジェクト福島スクールチョイス対象受賞者、決定。 福島シュクールジョイス大賞、ありがとうございます。